皆さんこんにちは。僕たちは札幌ジュニアジャズスクール中学生クラスクラブ SJF です。僕は本日の MC を担当するトランペットパートの水内浩太です。よろしくお願いします。1曲目にお送りした曲はソンバラマで、ソロはトロンボーン辻谷寛太、アルトサックス高下旦那でした。本日は友達コンサート in 札幌にご来場いただきありがとうございます。先ほどの演奏した小学生クラスのステージはいかがでしたでしょうか。小学生の元気あふれる楽しいステージに負けないよう、この半年間共に練習してきた仲間たちと中学生クラスのかっこいい演奏を皆さんにお届けしたいと思います。それでは演奏に戻ります。次に演奏する曲は1961年に作曲され多くの歌手にカバーされてきた名曲カミンホームベイビー、そして1938年にミュージカル映画のために作曲されたこれは恋のはずがないという意味の This Can't Be Love です。2曲続けてお聴きください。
ありがとうございます。ソロは1曲目がトランペット石井拓磨、トランペット僕溝内浩太でした。で2曲目はトランペット天保谷篤人、ピアノ中村沙耶、トロンボーン辻谷寛太、トランペットパウエル・コートニーでした。僕たち札幌ジュニアジャズスクールはオーディションで選ばれた札幌市内外の各地から集まったメンバーで、毎週土日に札幌芸術の森を中心に毎週末定期練習のほか、1年を通してさまざまな演奏会イベントに出演しています。今年は3年ぶりにたくさんの演奏会に呼んでいただき、僕たちの演奏を届けることができました。僕の印象に残っている演奏会は、満席のお客さんに拍手をいただいた札幌市政100周年記念式典のライブです。ジャズスクールでは活動記録を公式ホームページで公開していますので、ぜひご覧ください。そして来年のジャズスクール生の募集が本日からついにスタートしました。来月からは活動説明会や見学会を行う予定になっています。12月18日に開催のクリスマスコンサートで第1回見学会を行います。一緒にジャズを演奏できる仲間を待っています。詳細は会場に置いてあります募集チラシ、または公式ホームページをご覧ください。それでは演奏に戻ります。次が最後の曲目となります。演奏する曲は冒頭のピアノが印象的なスペイン、そしてラテンロックのノリが楽しいマシケナダです。2曲続けてお聴きください。
ソロは1曲目がテナーサックス、北原美希、トロンボーン、篠山友香。2曲目はテナーサックス、高橋光、トロンボーン、平塚ほのみ、アルトサックス、高瀬ダナです。あ、待って、すいません、アルトサックス、渋田奈々、ドラム、藤野東司です。これで僕たちの演奏を終わります。本日はありがとうございました。アンコールありがとうございます。それではアンコールにお答えしてもう一曲演奏します。最後にお届けするのはシカゴです。ソロはアルトサックス、松村美優、トランペット、佐藤ひいろでお届けします。本日は本当にありがとうございました。Thank you.
ありがとうございました。